ビデオはですね、最新のプロモーションビデオではあるんですけども、まあまあカッポンが皆さんにお伝えしたい情報はこれだけではないんですよ。今日持ってきたのはこのストリートファイタークロス鉄拳の PS ビータなんです。これをですね、いち早く皆さんの元に情報をお届けしたいと思うんですけども、まあ、残念ながら開発中ということでこの画面を見せることができないので、もう大変心苦しいんですけども、やってるところを見てですね、あ、PS ビータ版ってこんな要素が入ってるんだっていうのをもうワンワンと想像していただければなと思います、はい、いきますよ。どうけん、難しいな。これはもうとっておきを出すしかないんですね。クロスラッシュ、波動拳、波動拳、竜巻スリップ、はい、真空波動拳、今のはですね、あくまで開発中の PS ビータ版ストリートファイタークロス鉄拳なんですけども、これ以上の情報はですね、皆さんにちょっと4月までお待ちいただきたいなと。4月まで待っていただければ今のどういうことなのっていうのを皆さんにお伝えできると思いますので、そこは、楽しみにしておいてください。ただね、4月その前に、4月の前にこの3月8日、見えますか、3月8日発売の PS3 版ストリートファイタークロス鉄拳、こちらもよろしくお願いいたします。プレイステーション3